魚老とは、魚介類、海類や海藻を捕獲、収穫する活動のことである。アメリカの人類学者ウォッシュバーン、およびランカスターによれば、後期旧石器時代の終わり頃と中石器時代を含む時期になって、初めて人類は水に対する、生理的、心理的な恐怖を克服し、河川や海の資源を利用し始めるようになった。日本における、 漁労活動の始まりを確定することは困難ではあるが、すでに縄文人は、すでで魚を捕らえたり、遠浅の海岸を渡航で、あるいは丸木船に乗って沖へ出かけ、森、針などの特区などを用いて、多種にわたる魚類や貝類などを捕獲していたと考えられている。このように捕獲された魚介類を人間が食用にしていたという痕跡が貝塚に垣間見られる。 動物を狩猟することや、喧嘩や根菜、キノコなどを採集する一方で、魚類や貝類を捕獲することも、また、農耕が開始される、以前の日本人の食生活の重要な一部であったと考えられる。老は労働の、老の胃退児ではなく、水の中から救い取る胃。大林多陽、海と山に生きる人々その生態、生業と、文化マイナス、同編。1995年、 7ページ、ありがとうございます。